金丸氏は、日本の氏族の一つ。山梨県に、海、源氏武田信重流の武家。栃木県に、藤原の道長の子藤原北課長家流と称した、那須氏藤の子、那須助国の子孫が金丸を称す。山梨県に、海、友野氏である、宮原明家の子孫支部氏から分かれた諸家が、金丸氏を称す。改主後武田信繁の子。 武田光重が金丸を称したのに始まる。海の国史によれば、かつて存在したマリベシ系の金丸氏の名跡を復興させる形で金丸氏を称したという。光重は、子がなく、一式当時が養子となって継いだ。当時の子、虎継虎継の子、虎義と続いた。武田信虎、春信武には、金丸筑前神が活躍した。 海の国史によれば、虎木は、現在の南アルプス市、徳永の地を領していたと言われ、更新海祖とされている、相当衆寺院の長森院や、中世の土豪屋敷跡の遺構である、金丸氏屋敷跡がある。虎木の長男、平三郎正名は信玄に仕えたが、永六三年三月を死し,したため、四男の抵抗が、金丸氏を継いだ。時計正嗣が、土屋氏を名乗り、 三羽にマッは、秋山虎重の養子になっていたためである。抵抗は、信玄、勝頼と仕えたが、天目山の戦いで最後まで勝頼に従い、自害して果てた。この時実帝の土屋正常、秋山近久,久も死去している。金丸正志の子、貞信は生き延び、海の国を、徳川家が領すると、徳川家康から御朱印を賜ったと伝わる。 貞信の,の長子、吉次の子孫は、数代浪人していたが、利八の時、駒軍今、諏訪村の佐藤佐となり、苗字立脇を止めたという。貞信の,の次子、重次は、徳川忠長に従ったといい、その系統は重吉氏が、徳川家綱の時漆奉行、勝負神などを歴任するなど旗元となったが、重吉氏から、重政、信条と続いた後、 白兵表栄帝層の時江島幾島事件に連座して、四息ともども重追放となり、家は断絶した。金丸三重。当時。虎次。虎木,木。秋山下久,久土山佐奈緒土山沙ツ金丸。正志子。秋山正仙。土山沙継金丸正奈緒。佐田信。重次義次。重吉。重政。 定層多門正と与長調子老定低虎子、又三郎坊重吉以後は、段下府による。ありがとうございます。